現在日本の約 99% が中小企業。産業力を大きく支えるこの中小企業は時代の大きな転換期を迎えながら、今新たな一歩を踏み出しています。アナログで電話を受けたり紙に書いたりしてたものを、受付から、生徒さんの授業の管理などをバーコード読んだりとか、デジタルで行うということができるようになりました。ジュエリーの総合スクール、株式会社日本ジュエリーアカデミー。あらゆる知識を身につけることができ、自由な講座の選択を組み合わせて学べる人気のスクール。創業以来59年間続いたアナログ管理を一新した。それは QR コードを使った講座出席管理。学校運営における生徒管理と講座運営のデジタル化により生徒の利便性が向上、講座予定の確認や出席管理などの作業効率が大幅改善された。先生が休んだら休みですよって連絡したり、電話もしくはメールで紙に書いてるっていうような感じ、とにかくアナログでミスも多かったりやってました。で、改めて、コロナなどもあってデジタルということが騒がれて、デジタル化は、必ずやらなきゃいけないなと思ってました。あるきっかけで校舎の方のと話す機会があって、制度を紹介していただきました。じゃあ絞り込んでどこが最優先かっていうところから相談できたので、すごく力強いなと思いました。東京都中小企業振興公社では、都内の中小企業のデジタル化に向け、生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業を行っています。 ICT、IoT、AI、ロボットなどのデジタル技術を活用して生産性向上に取り組む都内中小企業様へ専門家を派遣しています。課題抽出から身の丈に合う具体的な取り組み内容について一緒に考え、アドバイスいたします。また必要に応じ導入計画等の策定、導入後のフォローまでの支援も行っています。事業が何気にすごく複雑でして、たまにしかこうやらないような事業だと、やっぱり価格表が分かりづらいんで、こう自分たちでもあれこれ合ってたかなとか、そういう心配がいつもあって、で、時には間違えて後から修正したりとかあったんで、もうその辺が一切なくなり、最初の登録があれば入ってくれるんで助かります。予約がこう簡単にできるようになったのと、あとは伝え間違いとか勘違いっていうのがなくなったことですね。電話で予約の時はやっぱり折り返しの連絡が時間帯によっては難しかったりしたので、やっぱりアプリだと好きな時間にできるっていうのがすごく便利になりました。アプリを開いた時にすぐに通知の画面になるので、休校だったりとか変更の授業があった時はすぐに確認できるっていうのがいいところになったなと思いました。普段、日常で行ってたことが効率化できたことで、まず人的ミスが減り、大きく利便性が増したことは間違いないと思います。先生たちの負担は減りました。生徒さんは負担は増えたって言えば増えたんですけど、ただ自分で管理できたり、やっぱ見やすくなってるので、すごく手間増えてもそこにクレームがあるということではなく、やっぱやりやすくなったという声を聞きます。自社に合った専門家の先生を紹介していただいて、よりうちの内容を話しながら分かっていただいて、何が一番うちに向いてるかっていうことをピックアップしてもらいながら、相談して決めました。最初の時点でやっぱ間違えてしまうと、そのまんまずっと行ってしまうので、スタッフみんなでいろいろ考えながら、落とし込んだっていうところですかね。
うちも始めたまだ第一歩なんで、これから今のシステムもどんどん変えていかなきゃいけないところもあると思うし、まあ、これからの時代、これからの人たちがまあ扱っていく上でできるところはスムーズにしていかないとっていう思いで、あのジュエリーの業界全体をこう盛り上げていけるような学校にしていきたいなと思います。